君の肩から海の鳥たちが飛び立ってゆく。ずっといる俺を見つめて涙で何か話しかけてる。中高前の新しさにそこだけ時が止まったようだ。心一つの海の仲間がもやりと似て揺れに乗る。近くに近いこともできないんですよね、ディナーショーでもね。今日はでもこれ終わった後に山下さんと飲んで食ってちょっとご歓談いただきたいなというふうに思っております。で、ちょっと簡単に紹介しますけど、僕宮川社長を通じて知り合ったんですけど、演奏家でピアニストと2個とかも聞かれるんですね。2個分かります？いずれまたお目にかかることになると思いますけど、そういうのもやっててですね、多分こう2人でデビューするともうエベックスは多分ビビってるみたいな感じですね。はい、でもうね、ツアーもやろうと思ってて、湘南の方で、ね、始めようかなと思ったんですけど、ちょっとコロナの影響でできなくなりましたですね。すごそこは笑うところ笑うところ。ちょっとね、できなくなったんですけど、湘南のね、情景を描いた、歌を弾きたいと思います。僕も結構好きな歌なんですけど、湘南七宿というのを弾きたいと思います。
う賑わった海の家を秋風が消してゆく。一番初めに作曲した曲なんですよ。14歳の時ですね。でこれのまあちょっと第2弾みたいな、まあ、エレキがベースの歌なんですけど、この曲をちょっといきたいなと思います。変わらない、どこかないで、
離れていようと僕の想いは変わらない。人の中にいてただ一人の日暮れに見上げる空の星屑、僕と君の二つの愛が風に震えていたゲームで光ってる。次ですね、そろそろバラードを聞きたい、ね、バラードをちょっと行きたいと思ってちょっと入り食ってましたけどね。でこの歌もね、ちょっとまあ、みんな知らないと思うんですけど、日本武道館ご存知ですかね。日本武道館でライブするっていうのはこうアーティストにとってすごくステータスなんですけど、日本人で第1曲目に歌った曲が加山雄三が歌った歌なんですね、君のためにという歌なんですけどね、なんかね、映画の撮影が終わった後にエキストラの人にね、ミニライブをやりたいと。でその時はここは武道をするところだから歌っちゃダメだと言われて、まあ、それをいろいろうんちくを言って、まあ、歌い出したのが始まり、それから許可出てから、まあ、いろんな人やったということで、まあ、回数的に矢沢永吉さんが一番多いんですかね、で最年長で加山雄三が77歳でやったのが確かそうだと思うんですけど、最年長記録ですね。じゃあそれをいきたいと思いますね、はい、ちょっと可動域がちょっとカメラの前に映らなくなるんです。
くろうさ。まあ、なかなかね、山下先生も加山井戸引くとか多分思ってもいなかったと思うんで、相当練習したりとかアレンジもいろいろ考えられたんやろうなと思うんでね。あのさっき私はどんなブルーじゃどういうブルーですかね。ずっとフラッシュをやってますね。全然違う。こういうおじさまのバンドをクラブとかでね、クラブとかですよ。全然年変わらない、ね。うん、それあまり変わらないですけどね。変わらないんですか？ですです。多分、ね、すごくね、練習されたんやろうなと思ってね。先ほど私はギャラでいいんやろうかと思ってですね。その間にどんどん仕事をちょっとしてもらいたいなと今後ね思ってますけどね。で、あのちょっと今日はスペシャルゲストをね、あのまだ、ね、他にもいるんですか？うん、あのちょっとそこに今控えてますけど、あのなんて言うかね。すごいってな、あのもう本人の話し出したら面白い話いっぱいあるんですけど、まあ、何しろこういうふうに壁に耳あり障子に耳ありという形なので、あのすごく涼しんだね挨拶で、あの申し訳ないんですけれど、愛妻研究家の宮川勝也教授にお会いいただきたいです。どうぞ。プリンジ研究会どうぞどうぞ。プリンジ研究会事務局会長兼、副会長を務めます宮川でございます。それでは今日トロサマキングスのナンバーでまだ覚えてないというね、あの、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、すいません。Thank you.
いろいろご参加いただいてね、本当にありがとうございますね。で今日ですね、ゲスト一人やったんですけどね、シークレットゲストがね、すでに会場に入ってるんです。でもね、まあ、彼もそうなんですけど、まあ、この出会いというか、もうとってもね、その時の出会いが人生を根底から変える良き出会いという、相田光雄さんの言葉があると思うんですけど、まあ、やはりね、この人がもしいなかったら、この出会いは存在してないなというぐらい、とっても気になる方を、ね、紹介します。井上芳恵さん。こじふうきやった、はい、すみません、間違えた、はい、こじふうき、こじふうき、はい、はい、今日はこれがメインです。このために僕は踊ってますので、はい、音楽スタート、音楽なんか音楽入れてる、おすごい、すごい音楽で、今日はね、
いや、シークレストゲストなんでね、練習しようと思ったんやけど、みんなにわからないようにしようと思って、なかなか打ち合わせする暇がなかったですね。でも一発で、僕はでも名前読み間違えたのも悪かったからね。いや、ありがとうございました、どうも。あとあとまたね、あのオーロラに降りてからまた出番がいっぱいあると思いますけど、ふぶきさんもね、こしじふぶきさんもね、マリコさんもいろいろあると思いますけどね。じゃあ、ちょっとそろそろね、終わりの歌に近づいてきましたけれどもね、まあ、まだちょっとありますけど、じゃあ、ちょっと、はい、じゃあ、いきたいと思います。じゃあ飲んでくださいよ。私も飲みますよ。イエーイ、素晴らしい。さっきと終わったらもうビール飲ませてますからね。ああ、ありがとうございます。砕ける波を一人で出た帰り来ない遠い日よ、黄昏の街、別れた人の声を聞いて立ち止まるよ。誰でも人は愛を旅人、どこからどこへ行く、誰もそれは知らないのさ。すげえ。今日もやります。
僕あれかと思ったの、ベリー早く。おかみでした、どうも。はい、おはようございます。ね、ちょっとライブですからね、いろんなことがね、打ち合わせがいろんなことがあるんでね、あれですけどね、おかみの挨拶もあったところで、あ、今度入ってこないかもね。本日最後の歌っていきたいと思います。最後なんですか、うん、最後の歌っていうことは、アンコールが。ちょっと言っとかないと、これ終わるとすぐトイレ行ったりとかして、なくなって風呂行ったりするところで、ちょっと悪いので、必ずこれ終わった後はですね、アンコールが必要で、で、まあ、どういう歌かというと、まあね、まあ、僕の人生とみたいな感じの、まあ、歌があってね、時を超えてという歌がありました。待ってました。それ最後の歌になりますよ。はい、アンコールありますね。
振り向けば今胸によみがえる我の微笑み潮彩の豊もう二度と帰らない Oh!
ちょっと打ち合わせができてなかったので、はい、ありがとうございます。アンコールありがとうございます。で、あのちょっと僕の歌も聞き飽きたんかなと思うんで、ちょっとまあまたあのナンバー行きますけどね。あの今から参加型でちょっと。あの皆さんと一緒に歌う企画をちょっと今からやろうと思う。歌っていうかちょっと参加してもらおうかなと思うんですけど、それ何をするかっていうのは言いません。その時にあの あれしますけど、まあもうここまで来たらやっぱ加山雄三スタンダードの曲でいきたいと思います。定番でいきましょうかね。定番でいきましょう。はい。やっ。二人を待ってました。夕闇が包むこの窓辺に明日も素晴らしい幸せが来るだろう。
本当に曲もう最後の曲をもういい曲でこの歌ですね、はい、歌いたいと思うんですけどね、昭和51年の7月、夏にねデビューした歌で僕の誕生日と、まあ、近い曲なんですけどね、まあこれはタイムじゃなくて僕のスタンダードになってしまった歌をちょっとこれで最後の歌にしたいと思います。海に抱かれて男ならばたとえ破れても燃える夢を見とこう。海に抱かれて男Oh, oh, 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 oh,
山田先生もゆっくりね、うん、お酒飲んでもらって、あ、ビール好きですから、ちょっと慣れないシチュエーションが多くて、疲れちゃった。じゃあ一回ちょっと録画切りますね。ヨコちゃん唇切ってないやから。